すいませんすいません、もうダメだった、間に合いませんでしたので、すいません、何でもありませんでした。おお、やっぱ3分なんだ、すいませんね。ちょっとキャンセルしないといけないことがあったんですけど、ちょっとギリすぎても間に合わなかった。もうちょっと早く思い出していればよかった。失礼しました。ミレイさん、ミレイさんですか。ついにスポコ帰ってきましたので、皆さんお待たせしちゃいましてごめんなさいね。私がすごく楽しみに待ってた。かわいい。てか本当に前髪を薄くするかめっちゃ重くするかの二択がよくて、もうめっちゃ重い、もうめっちゃ重いフルバングみたいにしたいし、かといってめっちゃシースルーもいいし、姫カットもいいし、でもグレーとかオリーブっぽいカラコンも気になるし、でも私はイエベアキだから多分オレンジなはずだし、うーん難しいな。本当に私色彩感覚がなくて、私が使っている色はイエベアキじゃないですよね。私黒宮レイさんが好きなので黒宮レイさんみたいなメイクがしたいんですけど、うん、でもあれは黒宮レイさんだから可愛いし、私はやったら、可愛い、めっちゃ可愛いんです。前ねこれめっちゃ可愛くて、これねお気に入りでずっとね飾ってたんですけど、もう持ち歩きたすぎて切り取って携帯の裏に挟んでました。でも本当は携帯の裏に挟めるやつが良くて、でもねあのジュリーにあの携帯の裏が鏡になってるなんかケースを教えてもらってから本当にそれが大好きすぎて、もうそれ以外使えなくなっちゃって、そう、でもこのレイリエさんが可愛すぎて、前ねあのイコラブさんの ID フォトも挟んでたんですけれども、
ミミさんのも欲しいですし、 IT フォトみたいなね、あの照明写真っぽいねグッズが大好きなんですよ。本当に全アイドルが出してほしいですね。そう、鏡になってるのね、めっちゃ便利なんですよ。やばい、もう是非押してください。嬉しいな。挟んでたのは私が買って地引きしたいおりさんの、何だったかな、笑顔、いおりさんの ID フォトを挟んでいて、で充電器にはキアラさんのハートかな、 ID フォトを貼っていました。こんにちは。お昼寝、よくお昼寝で起きれますね。あ、ブナユナさん、ありがとう。はい。グロサイブありがとう。もうこちらこそですよ。もうね、来てくれてありがとうございます。もうプナナさんのことね、見つけることができて私はハッピー、嬉しい、ありがとうございます。またね、お話し会でたくさんいろんなお話しましょうね。クロスライブもだし、キタニャのお話もいっぱいしようね。ありがとうございました。来てくれて嬉しいわ。大観ディスコのね、初披露も現場で見てくれて嬉しいです。じゃ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 ん。たくさん撮って嬉しい。こんにちは。この以上いい、ドキドキです。今年は水とか使えないのかな。秋ですものね。お昼は部屋を片付けながらカルビちゃんの新しい、何食べてたんだっけ、カルビさん、カルビさんは何食べてたんだっけ、ロッテリアさんのなんか
バーガー食べましたみたいな動画を見ました。かわいい。お昼配信はなんかのどかでしゅな。片付け、そうだよ。あ、やすさん、ありがとうございます。お昼配信も来てくれてありがとう。早く会いましょうね。早く会いましょう。今日も来てくれてハッピー、ハッピーアス。カルビって何？コナちゃんだって。違いますよ。しかも私ラットはね、私のお姉ちゃんが飼ってるんですよ。気に入るとね。今さまでねありがとうございます。もうカルビさんのレポが好きなんです。6月からね、ポップアップもやるし、買わないと。てか、NiziU さんの新しいね、いやアルバムかなのなんかビジュアルみたいな公開されてて、うわーって感じ、やばい、最高でしゅ。今回ちょっとね、黒めなねコンセプトっぽくて、最高。ミーヒさん、私はミーヒさん大好きです。もう表情の作り方とかもうとっても勉強させていただいております。もうね、インプットを脳にインプットさせるような気持ちで、もうここにね携帯当ててますから、もうミーヒさんのパフォーマンス動画ここにも当ててます。もう本当にもう直接インプットしろ頭ってことで。もうね、表情そう、もう直にも当てても、ここにもはいインプットしてねってことで。体感ディスコもね結構表情をね頑張ったんで、ぜひ見ていただけたら嬉しいなということです。こんのかちゃん、ありがとうございます。
舞子先生めっちゃお優しかったです。もう私がめっちゃできないとこがあって、もう何回も何回も教えてくださって、なんかこう体の使い方をこう実際にこうだよってこう形を整えてくださりながら教えてくださるので、やば、敬語の使い方やばすぎ。そうなので、もう本当にね、いろんなと基礎からなんかたくさんね教えていただきました。体育館ディスコはもうなんかパフォーマンスすればするほど大好きになっていきます。もうめっちゃ好きです、本当に振り付けフォーメーションが好きですね。なんかパッパッパって切り替わったりするところ、なんか全体的にこうスピード感があるフォーメーション移動とかがもうめっちゃなんかディスコの曲調に合ってるっていうか、あとは歌ってる子がちょっと一人外に出てたりとかするので、なんかその歌ってる子たちが目立つ感じがめっちゃいいです。そう、今歌ってる子を注目してたら気づいたらあれ次の場所にっていう感じで、こう見てて飽きない感じ、実際自分たちが踊っててフォーメーションの知っててもなんか楽しめるっていうのがなんかすごく好きなところですね。ラブマシーンいいですよね。最近はね、あ、虎之助さんありがとう。夜中になんかハロプロさんのなんか密着ドキュメンタリーみたいなやってらっしゃって、それをね家族と母と一緒に、母がめっちゃそれ好きでよく見てるんですけど、この間なんかね偶然時間があって見てたら、もうなんか本当に素敵だなと思って、その時はハロドリ、そう、どのグループさんだったかな、なんかハイトゥーダイヤモンドの多分なんかメイキング映像だったかな、 MV 撮影のなんかみたいな感じだったんですけど、もう本当にもう気づいたらね終わりまで見てました。もう感動しちゃって、もうすごいなんか本当に素敵、そうめっちゃいいですよね。なんかドキュメンタリーを踏まえてミュージックビデオとかを見るとすごい素敵だなと思いますね。うんうん、私はねライブとかなんかアーティストさんとかアイドルさんのライブとか見たらすっごい泣いちゃうんですよ。もうそこの涙をねもっとねいろんなとこにね生かせよう自分って感じなんですけど、なんかもう本当にねすぐね感動しちゃう。最近は暇さえあれば XG さんのドキュメンタリー見てるんですけど、なんかそのリハ映像、リハの実際のなんか練習風景で最後ライブの映像をくっつけてる動画があるんですけど、もう大号泣ですね。うん、
別にそんなにねめっちゃ感動とかじゃなくても本当にこう練習していてたライブを披露しますっていうそういうドキュメンタリーなんですけど、もうやばいね。安い勉強になります。本当に他のすごいアーティストさんとかこうやって練習しているんだなとか思うととても勉強になります。特に YouTube に上がってますよ。 XT さんの公式 YouTube に上がってます。こんにちは。ネアジオのドキュメンタリーね、たまに見ますよ。10月初めての話、あーありがとうございます。ぜひお待ちしております。でも自分が映ってるねドキュメンタリーはね見られないんですよ。てか本当にですねそこ直さないとって思うんですけど、なんか私がフリートークとかなんか喋ったりするのが下手っぴすぎて、なんかドキュメンタリー見ててもあーあーって感じになってね止めちゃうんですよ。だからこの間ね、もう家族がリビングで流しててもうちゃんと全部ねフルで鑑賞したんですけれども、なんかね喋りも下手だし、なんかね喋なんかかフリートークを求められた時の自分のあの目線の動きがあんまりにも事件すぎてなんかもうやばいですよ。そうね、ジュリーとかモモカとかマイとかめっちゃね見返すのが好きだと思います。多分えらい本当に。スイパラさんのねイコノイズジャンスさんで上がってると思うんですけど、あれもね自分の目線の動きが本当に意味わかんなすぎてもう恥ずかしくなって止めちゃいました。なんかねここで喋っていいかなあーとか言って終わっちゃうっていう会話が人こう人波を割ってるっていう感じ。直したい。大きいお友達もキツネやっていけんの。ね年に1回ほどね年齢制限が特別になっている日がありますので、ぜひ調べていただけたら公式 X とかにありますので。本当にね台本がない喋りに強くならないとやばいです。もうなんか台本とかいただいていたり、この子ちゃんありがとう、あとはコンサートとかライブみたいにセトリが決まってたらいいんですけど、もう人生のセットリスト決まってたら本当に自分ははいもうね苦労しない。だから本当にありがたい限りです。にゃこさんありがとう、このお茶楽しみありがとうございます。嬉しいわ。最近刃が戻ってきてて事件なんで人生のセットリスト、あ人生のセットリ欲しいです本当に。人生の MC 台本、私の MC 台本
か新作のちいかわさん見ましたか、あのお腹がゴロロロロロロってうさぎのお腹がゴロロロロロって動くやつはやばすぎます、面白すぎる。さっきね友達とね 見ました一緒に。あ違う、昨日お姉ちゃんと見たんだった。スースースアニメのね。でもあのちいかわさんがあのお風呂に入っててなんか自分のサッカーのあれ思い出してなんか恥ずかしくなってなんか嫌だみたいな言ってるやつ、あれやばいです。あとあのうさぎさんがこうやってってやってるやつはかわいい、かわいいみたいな。これはね横向いてんのもやばいけど何気なの右上なみたいなやつやばすぎ、かわいい、かわいい、あれやばすぎる。もうハマらない予定だったのにいつの間にかなんかどん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 周りがウサギになっていく。私のお姉ちゃん本当にガチ勢なので、あの昨日ね会ったらねもう全部の持ち物がウサギになってたんですよ。もうすごいことになって、服もウサギだったし持ち物もなんかポーチとバッグ持ってたんですけどどっちもウサギだったし、もうねすごいことになってましたよ。クロスライブ最高です、ありがとうございます。かわいい、こんにちは。お、こっちだけ上がる。ふんふん、うん、うん、チーカーラーメン、トン豚？うん。悪い人ですよ。うん。うん。うん。いいね。うん。来週スイッパイ券ありがとうございます。ちょっと絵文字真似ごっこやるんで絵文字送ってください、なんかやってほしい絵文字。待ってむず
むずいですね。てか私いつもねへんてこな絵文字いっぱい使ってると思うんですけど、そう絵文字をねいろいろね使うのがお気に入りです。むずっ。ちょっとこれむずすぎよ。そうそう、あね、おかしな絵文字使うのにハマってます。てか私がねいっぱい変な絵文字使ってたもんですけど、これむずい。私がたださ見てさうんうんって楽しんでる謎の時間になってしまったわ。皆さんいろんな絵文字ありがとうございます。どれか分かったかな以降これですって答え言えないから皆さんが想像するっていう時間になってしまいますわ。そう私変な絵文字ねいっぱい使うんで、そうそうランキング読もうかな。いきます。13位はるさんありがとう。12位超知見さんありがとうございます。11位けいじさんありがとうございます。10位ゆうりさんありがとうございます。9位大地さんありがとうございます。8位ともさんありがとうございます。7位あこさんありがとうございます。6位あにゃかさんありがとうございます。5位とらのすけさんありがとうございます。4位ラテコさんありがとうございます。3位こんのかちゃんありがとうございます。2位ぷなやなちゃんありがとうございます。1位おやすさんありがとうございます。ギフトタワーくださった方、今できなかった方もありがとうございました。ちょっとねお昼珍しい配信なんですけど見てくださってありがとうございました。では明日もできれば配信したいと思いますので遊びに来てください。できなかったらすいません。じゃあさようなら。